詞特化型音楽番組、この歌詞が刺さったグッドフレーズ。そうだなって、こう吐いてることがポイズンなのかなっていうか、そのこんな世の中じゃクソみたいな。いい年して結婚するとね、もう自分の幸せなんかね、どうやっていいの、うん、人を幸せにすることが俺の今一番の幸せ。この歌詞を見てもう自由に思いのままに生きようって思い返せるんですよね、うん、そしてご本人登場、歌姫大黒摩季が名曲を熱唱。さらに50歳の苦労人錦鯉長谷川を支えたグッドフレーズ。君っていうのはお母さん、どんなに苦しい時もお母さんは笑っているから、くじけそうになりかけても頑張れる気がしたよということね。そうです、いろいろ思い出しちゃって、加藤さん歌詞変えるから。金曜夜7時。